えらい壮大な音楽から始まるような効果。ダークソウル3がこんな感じだったよね。1は音ないしな。2がちょっと音楽あって、3がやたらとクライマックス感のある音楽になるっていうさ、そういう感じだったよね。そうだ、思い出した。あ、しまった。レベル上げてからにすればよかった。あのね、大盾を強化して、これ持って戦おうと思ってたね。レベル上げねえとダメだなっつって、ついでにオートをいろいろこう見て回ってて、まあ最初のところがレベル上げとしてはソウル稼ぎとしてはそんなに悪くねえかなっていうところではあった。まあなんかもっといいところとかあるんだろうけど、こいつら何も落とさねえんだよな。というわけでちょっとソウル稼ぎにお付き合いください。なんか何日か前にさ、びっくりドンキーってなんだっけ、メンチカツ食べたわ。でなんかたまにはいいやろっつって油もん食べたわって言った日あったと思うんだけどさ、まあ、その俺をやった今日次の日なんだけど、その次の日がまあ昨日なんだけどさ、もうあれめちゃくちゃ調子悪くてさ、体は重いし、体重いし、なんか腹下すしでさ、全然いいことなかった。なんかね、20代のね、俺もすでに、うわぁ、なんだそりゃ。お前そんな軽快な動きよ。20代の半ばぐらいでさ、いや、油も多いラーメンとか、俺もそこそこ腹下してたから、そもそもなんか油耐性が低いのかもしんないな俺。もしかしたら、そういうことに気づかされた。この下のやつもまあやっておくか。絶対もっと効率いい場所あるよな。効率が良くてもっとアイテムうめえなっていう場所がね、絶対あるよ。あいつこっち見てんだよな。人間系の敵っていうか、まあ強靭があんま強くないやつには無敵だよね、これ。かなり強い。これで1万ぐらいか。まあそんなに悪くはないと思うんだけど、ドロップのアイテムがなんもないからな。石稼ぎたいんだったらあそこなんだろうけど、あそこは歩いてる距離の割にそんなにもらえないからね。ラダンは盾強くすれば勝てると思うんだよね。問題はあいつだよ。なんだっけ、ライカールだっけ、なんだっけ。ライカールはなんか違うな、サッカー選手だな多分。名前が覚えられん、うつら。名前に特徴がないんじゃ。4人の子とか、ウィットに富んだセンスのいい名前にしてくれ。ハムとか呼ばれてたけど。がうめえよ。これで3000だから。ちょっと待って、今なんかものすごい入ってますよ。
今なんか1万6000円ぐらい入ってこなかった。なんで？え、なんで？なんか今ものすごい入ってきたよね、一瞬。なんでや。なんかそういうラッキー要素あんの？確かね、あと1個筋力上げれば、ね、いけるんで。あぶねえ。これでラダーを倒せると思うんだよね。まあ、わかんない。あいつも第二形態とかかましてきたらもう何がなんだかわかんなくなるけど。強化分があるからもう一周ぐらいしないとダメか。これでね、これでもうモテるはモテるはず。ほらほらほら、よし、これが強化分のソウルがいるから、ちょっともう一周しておこう。なんでさっき1万6000入ったのかもちょっと気になるし、なんで。死者たちの笛、これが使えるようになる。この中国製のシャボン玉作り機を。さっき1万入ったんだ。どういうこと？メタルスライムだったのかもしれない。で、円卓に行って強化して強い勝てるってなるといいね。で、この場合装備はこれと、まああれか、これになるわけだ。あ、でもこれで中量の、中量か、中量なんだね。1万円余ってしまったの。なんか買っておくか。石を買っておこう。せっかくだから。さまざまな特殊な効果をもたらす。これ何なの？あ、これ売ってんだ。あ、まあでも5個限定か。これどっか他のとこで売ってたでしょ。
出ねえよ。出ねえよ。何買っていこうかな。まあ、これがないから買っていこうしよう。満席もいっぱいいるね。よし、これで勝てないか。だいぶ条件良くなったんじゃないの。これで大立てぞ、こっちは。たまにな、たまに不登校のやつが出て、これあれかな、もしかしたら、あ、話できる。なんか俺が各地で助けたやつらとかなのかな。このあれだよね、ツボは知り合いだよね、多分。やっぱそうだよね。なんかね、いろいろ仲間を呼んだ方が良かったの。この人もじゃあ友達か？この人もなんか知り合いなのかもしれない。この人たちはなんかその呼ばなくてもまあ最初からいますよっていう。誰も俺が友達がいなかった時のために友達を用意しておいてくれたっていうあれだと思うんだよね。っていうことは友達を増やすこともできるのかもしれない。Before we begin, allow me. But now.ほら、また不登校のやつがいる。もうめんどくせえな。あといねえかな。たまに不登校のやついるよな。素手じゃねえか。めっちゃパンチしてる。おお、いいね、いいね、防げる防げる。どこになったの？よし。これでそろそろダメ。逃げろ逃げろ、なんかわかんねえけど逃げろ。どっから来るかわかんねえんだもんだってこれさ。ほらー、来た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 。危ねえ。これで誰か死んだやつがいたら
あ、でもみんな生きてんじゃない、まだ死んでないよね。あれ待ってるだろ、待ってんねえ。これでも第二形態あるだろうな。よし。最初ほど絶望的じゃねえよ。あとたまに不登校になるやつなんとかしてくれ。ちゃんと全員揃えてくれ。近距離から撃ってくるんですか。もうまた不参加のやついる。馬に乗ってると面白くねえなこのゲーム。でもあの追っかけてくる弓矢だけは多分馬じゃないと逃げらんないでしょ。あれ歩きでも逃げられるかな。歩きであそこまで行けんだったら歩きで来てえわ、全部。冗談じゃねえよ。馬に乗ってたら殺されるよ。盾構えてる、死なねえんだからさ。全然こっちの方が逃げやすい。とりあえず何でもいいから毒にする。邪魔くさ。夢見子なんす。
ちゃくちゃショールなこいつ。なんかおかしなことあった。ちょっと、もうなんか縦両手持ちになっただろ今。そんなバカな話ある。いやでもほぼ間違いなく第二形態あるなこいつ。これだけなわけねえわ。これだけだったらぬるすぎるわ。あのなんだっけ、火炎館のやつ、火山館だっけ。あいつとのレベルの差がひどすぎる。この不参加になってるやつなんとかなんねえのマジで。どうもさ、あの狼の人がさ不参加になってるっぽいんだよな。あいつが一番強いんだよ。あいつがいないと困るんだよ。すごいよく効くなこいつ。そして、おーやべやべやべ、こっちだ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 、それもう即死はクソゲーだっつってんだろう。こんなのばっかりだなこのゲームは。よイベント戦ばっかりだ。 QTS と大して変わらん。なんか赤狼の時並みになんか面白いボスが出てこないな。赤狼はさ、あいつ、なんだっけ、武蔵坊弁慶みたいなやつが出てきて、やっとちょっとこのゲーム面白いなって思い始めたんだけど、このゲームなんか未だにそういうやつに出会えてないんだけど。不登校、これ一回あれかな、多分、配置一回決まるとこれ固定になっちゃうんだろうな、おそらくだけど。あ、K
らかにあの反浪のなんとかがいない。ああいた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 、いるじゃん。勝てるかもしれない。おいそれとはあれか、人数制限あんのかこれ。え、もう死んだし、全然強くない幻。鳥砂丘死ぬの早えな、おい。地を産んでおいた方がいいか。これなんなの？ラダンの槍？あ、そんなのもあったんだ。あん？わ、めっちゃ来てる。
から来んのこれ。うわやっべえ、俺の方に来てる。もうめんどくせえな、これどうやって見分けつけんだよこれ。マジめんどくせえこれ。つまんねえ。すげえとこ死んでんな。そしてああ早い。そう、動き回らない方がいいんじゃねえのこれ。盾構えてりゃいいんじゃねえの。えっ、これの避け方だけ攻略見ていいかも。めんどくせえ。嫌になってきたもん。ちょっと。フィールド内にさ、この、何この、稲みたいなやつあると邪魔くさいんだよね。そこが味方のいるところだと勘違いして。そこに助けを求めてしまう自分がいるから。これでも仲間呼べることに気づいてさ、気づいてよかったよな。
だよ。どこだ、こっちだ。よし、逃げた。 CD 仲間がいる。みんな生きてる？死んだぞ。めっちゃ夜は使うか。マジか。あれ、いねえし。これ全員か。
わあ、もう死にやがった。何してんのこいつ。足引っかかってんだけど。特にもう言うこともねえな。なんかここをこうやってやったらうまくいくんじゃねえかみたいなもなんか別にねえんだよな正直。結局馬乗って戦うのが強いんですかね。仲間が全然いないんだけど。あ、変身した。めっちゃ遠くで変身してる。どこだ？もう最初のスタートこの辺だよ。あ、違うか。まだ生きてるやついるな。そして。
撃が届かん。何もしない方がいいの？なんとかしてくれるんじゃないの？友達に戦ってもらえば。俺は死んだら終わるけど、こいつら何回でも生き返るから。しまうしかねえわ。とりあえず第二形態がどんなもんだか見てから考える。あと任したあとお前らに任した。なんとかしてくれ。もう俺応援してるから。攻撃やめんだよ、こいつ。ほら、倒せ。誰か止めさせ。寄ったか。最後は俺か。よし。さあ、あれ？あ、終わり？なんだそれは。これやる必要あった？これやる必要あんの？世界は、そして世界は滅びた。カン、エルデンリン、カン。だからこのロード画面、久々に見たら地図に赤い印が書き込まれました。何それ。は？何赤い印って。あ、これ？星の落ちたち。どうやって帰るの俺。どっから来たんだ俺は。あれでいいのか。ああ、というか、上がり火があるな。What a sick way to fight. They make the glory of the classes share. いや、僕何もしてないっすよ。割とマジで僕何もしてないっすよ。皆さんが、皆さんが頑張ってくれたおかげだと思います。割とマジで。何これ？ああ。ダイルーンの付け替えできんのこれ。できないんだけど、ゴドリックしかねえじゃん。これなんでゴドリックだけあるんだっけ？なんかしなきゃいけないんだっけこれ。なんかしたんだよな、これ。
何をしたかは全然覚えてないんだけど。ダメツボ。いや、そんなことないと思いますよ。本当に。本当にな、そんなことないと思いますよ。僕はもう遠くで難癖をつけながら逃げ回しただけですよ。難癖と文句を言いながら逃げ回しただけですよ。あー、どうしようかな、俺。盾だからな、持久って行きたいところなんだけど、体力低すぎるんだよな、ほんとこのゲーム。体力上げていくか。あー、大竜が片手で触れたな。今の考えてみれば、まあいいわ。大竜が片手だったら、大したもん装備できないだろう。どこに落ちたの？そして。これかな？なんかバグってんぞ。表示が。バグってるけど大丈夫？これ？これっぽいね。決心にそうなんだけど、あれそうでもねえな。あ、いや、いや、ここではないよ。ダウンとか見た目まあまあ好きだから、第二形態があってちょっと小さいサイズになって怠慢で戦うみたいなのがあるかなと思ったら、そんなものもなかった。普通に終わってしまった。これ専用武器が必要だ。あれ？これで重量か。俺の闇っていうハンデがある。俺の心の闇が反映されて世界が暗くなってるから今。なんか喋り方がずっと俺声低いな。昔はもうちょっとなんか張りがあったと思うんだけど、声だんだん声に張りもなくなってて、昔の実況とか見るとね、もうちょっと、いや、あんま変わんねえか。どんだけ昔に遡ろうとしてるんだっていう話ですよ。そんなもんは。永遠の都、ノクローン。永遠の都のクローンなのかもしれない。そんなことはいいから、代わりによこせ。
こんなとこ二度と来たくないぞ。ここでさ、ここで落ちたら、はい、クソゲーってなって終わりじゃん。こういうのの前にかがり火を用意してください。ファランクス、これはさ、実際タイマスで良かったんじゃないの。久々、あっ、縛った。この盾は、そっか、この盾戦技盾だから、戦技盾じゃねえよ、戦技がある盾だから、あれが出ねえんだよ、炎が出ないんだ、これ構えたままだと厄介だな。素材なんだ、銀しずくの殻、まんじゅう。まんじゅう食いてえな。ちょっといいまんじゅう食べたい。髪も切りたい。やりたいこといろいろあんな。これ何なの？なんとか呼びの試薬って何ができるの？これ無いんだけどどこにあんだよこれ。素材かなんかか。じゃあなのこれ。ああ、ここ降りるところか。見ねえから下手なことできないよな。あ、やっと出てきた。なんか暴れてんぞ。陶器の牛白肉、ヨズルのヘルベ、ヘルベ、のめ、それさっき聞いたよ、大事なことなんで。お前と同じ動きをするやつ知ってるぞ俺。赤狼にいたな。盾をめっちゃ、まあ、赤狼の盾の方が明らかに立ち悪いけどな。斧を見つけられなかった俺にはマジの強敵だった。
赤すずらんじゃねえこれ。やっ、あ、しかもなんかちょっと強いやつじゃないこれ。赤すずらんは拾った方がいいと思う。霊視済みの鈴だもん。こうやってなんか松明を敵に押し当てるのを見るとブラッドボーンを思い出す。陽キャの人たちを思い出すよね。大盾兵の感じ。しょ。そんな死に方ある。うわ、広いな、またこれ。うわ、ボスが近い。ノクス剣士の鎧。たびたびある妖精。なんか初動画的な何かがあったんじゃないの。まあでもあれか、石像があるからそこでやってねっていうことになるのかな。こっち見てねえよ。行ってみるか。じゃあ一丁やってみるか。
しみの雫。なるほどね、そういうことか。こいつはどう考えてもこれだな。学習してくれ。俺がこんなアホだと思われたらかなわんのだが。一本しかないんかい。かわいそうだなお前。レベル上げときたいな。足りないね。めっちゃ広いぞ。セイントセイヤ的な世界が広がってるわ。サンクチュアリ、うわぁ、あ、乗れる。もしかしたら乗れるかなと思った。乗れた。やーべえ、歌い手がいる。もうやだ。歌い手とは。ああ。歌い手とは関わりたくない。また品のねえやつらがって言おうと思ったけど、そうでもねえな。結構割とイケメンだなこいつら。服装はあれだが、まあまあイケメンだな。
邪魔くさ。お、友達。行けますよ、こっち。クラゲはまあ刺激しなければ何もしてこないから。わあ、なんかなんかさ、これはブラボでこんなのがあったな。いた。が毒出してたのかってことは毒になんねえな、まさか。いや、わからんな。こいつは大流が案件じゃないかなと思うんだけどな。なるほどね、そうだよね、そうなるよね。じゃあ、それ。
あんな硬いやつ2体相手にしないでなのか、いやまああれは大龍河だね。大龍河案件ですよ、あんなものは。あんなのね、これどういったものだこれ。あっ戻れないな俺どうやら。どっちだこれ。長いな、ランニングコースに使われてるやつだな。よくある名物。まあ、やっぱりあそこのダークソウル2のティラシャントラのとこに行くところが一番いいランニングコースだけどね。一周多分、一周片道 1キロぐらいだよ、ちょうど。ちょうどいいぐらいに収まっているよ。とりあえず道沿いに行ってみるか。どうも脇道に逸れるという悪癖があるからな、俺には。道を走ってて。ちょっと横に逸れた方が速くなるんじゃねえとか。思っちゃうんだよね。地沿いってか、あそこ道はこれ途切れてんのか。お、これは火を灯す。いや、お前、タイムス持っとるやん。なぜわざわざ。ハリボテ。これはこれで強いな、でも。これ、いけんの？ああ、いけそうだね。絶対死ぬよ、俺。ジャンプできんの？いやいやいや、案外浅いな。死なないだろ、それ。大丈夫だろ。諦めんなよ、そのぐらいで。諦めんなよっていうのをね。収蔵。これでも、松岡修造っていう人がさ、まあ、いるっていうかいるけどさ、俺実際テレビで喋ってるのってあんま見たことないな。まあ、テレビ見ないからなんだけどさ、実際喋ってるの見たことねえわ。しじみが取れるっつって頑張ってるところしか見たことねえわ、俺。ニコ中並みか。推理ばっかりだな。あれ何なんだマジで。上から登って上から侵入するとか、なんかそんな感じ。
それでもなんかこれ火つけて回るといいことあんのかな。火を3つつけると入り口が開くっていうね。こういう塔をもう一本探してそこに火をつければそういう試練があるから、違う国に。これじゃねえ、もしかして。ちげえな、バレてる。勝手に3カ所と思ってるだけで2カ所でいいのかもしれない。もしかしたら、うお、入口にもあるじゃん。まだありそうだ。あ、ほら。5箇所つければさすがに何か起こるでしょう。あれ分からん。これは火をつけるだけの今通話つなげるの忘れてたからマジでビビった集中してた。あー、あった。あーこれもそうだ、火つけられる。7箇所火つけりゃさすがになんかあるだろ。ないんかい。どこかで格外に力が宿った。ちょっとその歌、閉じろや、ローリングできねえだろうが。もうこのさ、インベントリーとさ、文字が出てきて消えねえのマジで何なのこれ。俺の邪魔をしてくんだけど。
その苦労は俺には分からない。マジで？めちゃめちゃ邪魔くさくない？そうかな。全然記憶にないけど。うっす。ああ馬が落ちた。馬が自殺した。割と浅い海で溺れて死んだ。プレイングミスなんだよな。馬のミス。馬が勝手に死んだかのように。馬が勝手に死んだ。俺は何もしていない。ああ、どこ行くんだ俺。なんか力を雇ったとか、偉そうなこと言ってるけど、何も起こってねえぞ。あいつ倒したわ。ラダン。おう。めちゃくちゃ文句言いながら。周りの奴らに倒してもらった。俺ほぼ何もしない。毒にし逃げます。まあそういう勝ち方もありし。だってさ、即死なんだもん、攻撃がほとんど。HP 低すぎでしょ、俺の。そうだと思う。適正ヒットポイントじゃないんだ。つか、振ってなさすぎか。いや、30ぐらい振ってるぜ、今もう。ああ、そう。おう。それでだってさ。30で即死か。ああ、ごめん、27だった。27だけどさ、27振ってスタミナより低いからね、今。ああ、そう。でもエルディンリングのスタミナなんかすごいゲージ長いからなぜか死んないけど。あ、これだ。触れる。触れた。ハンマー使うようになった。いつの間にかハンマー使ってる。あれを倒したら。なんだっけ、あいつ倒したら。うわぁ、なんかボスのとこ連れてかれたし。じゃあこれ戦ってやめるか。どうせ死ぬし。いやあ、そいつ、そうでもない。それの王。鹿ゾンビ。北海道によくいるやつ。エゾシカ。食ってもうまくないと噂の。ハンマーめっちゃ火力出てるように見えてるけど、溶岩の竜ってどこに行ったやつだっけ？結構序盤に戦えるやつだった。何の王？溶岩。ああ、それ全部序盤のやつで。序盤のやつで倒し。火力出てる。ああ、でも火力は高いよやっぱ。なんやかんやで。まあそう。クラゲに続行ならクラゲの方しか向かない。餌だと思う。鹿ってクラゲ食うんだ。鹿って髪食うし鹿せんべい食うし何だろう。あれ回復してねえこいつ。なにそれ。そんな気に変わった。なんか体力吸われたのか。あ、まあでも、毒になったから、毒になったから俺の勝ちだわ。そいつも毒になった。マジで弱いな、倒しちゃった。雑魚だって結構序盤で戦えるやつよ。そうです。え、だってラダーン倒さないといけないとこでしょここって。あーあー
そう、穴落ちた方。ああ、そうそうそう。あの隕石が落ちた、隕石落ちたとこよくわかったね。え、だって地図に印ついてるじゃん。え、そうなんだ。地図に赤い印がつきましたっつって、ド迫力の真っ黒画面に白文字で書いてたけど。うん、それアップデートでね、追加されたギミックだと思う。本当か？あ、そうだろ。やった時そんなね、あ、うん、ありがたいね、マークついてなかった。じゃあ何もなし。何もなくて手がかりなかったから、うん、もうなんかあらかた探索し終えたやろうと思ってネタバレ見たらなんか全然知らないとこになんか穴開いてて、あ、何、じゃあ地図に印もついてなかったんだ。ついてなかった。へえ、まあいいや、じゃあ今日はこんなもんにしとくか。こんなもんにしといたるわ、ラダン倒したし。